ノキア N82 は、ノキアが製造し、欧州等で2007年11月14日に発表された WCDMA GSM 通信方式のスマートフォンである。日本国内で2008年11月28日にソフトバンクモバイルから発売された、この端末はソフトバンクの X シリーズと同級の位置づけだが、キャリア側の型番がなく、グローバルモデルとして、 ノキア側の型番のままで発表された。また、同時期にソフトバンクから発売を予告された、ノキア E71 が、ノキアの端末販売終了の発表に連鎖して12月5日に、発売が中止されたため、キャリア端末としてのノキアの日本最終機種となった。全人気 N73 と同じストレート形状で、基本的に簡潔ながら、メニューキー周囲のグラフィックを強調し、発話、 終わり話キーが、その左右両脇に配置されたデザインが、表面の艶のある仕上げと、相まって、塊感の強い印象を与えている。搭載されている500万画素メインカメラには、カールツ生、ス製テッサーレンズを採用し、また夜間での撮影に威力を発揮する、キセノンフラッシュも搭載し、広告コピーでも夜は進化する。美しく、鮮やかに。 とカメラの高性能さを打ち出している。また、撮影した写真をワンクリックでブログ等にアップロードできるシェアオンライン機能も搭載。その他の機能では画面サイズは2.4インチ区が FM ラジオチューナーがノキア独自のビジュアルラジオに対応しているなど、先に発売された X-02NK にほぼ準じた仕様となっているが、電池パックは若干大容量のものを採用し、 一方で、赤外線通信機能は省かれている。ノキア製一部機種をご利用のお客様へご利用に関する大切なご案内。ありがとうございます。